パマン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、今年になって、シャープが日本以外のアジア市場向けに発売した新型のスマートフォン、Pi をご紹介します。まずはじめにスペックを紹介すると、CPU は MediaTek の MT6737M。RAM は 2GB で、ROM は 16GB。ディスプレイは 5.2 インチで、解像度は 1280×720 ドット。カメラは背面のアウトカメラが1300万画素と200万画素のデュアルレンズカメラ。前面のインカメラは800万画素。バッテリーは 3050mAh で、OS は Android 7.0。そして価格は日本円にして約1万6000円となります。価格からも大体想像がつく通り、こちらはエントリー向けのモデルになります。シャープがこういったエントリー向けのモデルを出していることを知らない方の方が多いかもしれませんが、海外ではこういった低価格のモデルもいくつか出しています。CPU はそこまでスペックは高くないものの、RAM は 2GB 搭載されていますので、よほど負荷のかかることをしない限りは快適に動作します。最大の特徴としては、シャープ製のスマホにしては珍しく、背面のアウトカメラがデュアルレンズとなっているところです。シャープはソニーと同じく、これまでデュアルレンズカメラには消極的だったんですが、アジア市場ではデュアルレンズが意外と要求されているというところもあって、このモデルはデュアルレンズカメラを採用しています。価格も1万6000円程度ですので、全体的にバランスの取れたそこそこいい端末ではないかと思います。現在国内に販売されているシャープ製の新型スマホの中で、一番安いのがアクオスセンスライトで、こちらは約3万円します。個人的にはアクオスセンスライトほどのスペックは必要ないので、このシャープ、Pi のように1万円台中頃で買える端末も国内向けに販売してほしいなと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。